石川県輪島市では火災が発生しただけでなく多くの建物が倒壊しています。中継で伝えてもらいます。古川さん。はい、輪島市の中心部朝市通りです。大規模な火災に見舞われましたが、先ほど大部分の消火活動が完了する鎮圧が発表されました。で、朝市はあちらに見えます屋根から向こう側にたくさんのお店が連なっていたわけですけれども、今も左側黒い煙が、鎮圧が宣言されましたけれども上がり続けているという状況で、まだ焦げた匂いが充満しています。でご覧のようにですね、全てがもう粉々になっていまして、もともとこの辺りにどういった建物があったのかというのがわからないような状況です。でこちらは自動車、車なんですけれども、溶けるような、被害を受けていて火の強さを物語っています。また右側はですね、瓦がおそらく屋根に使われていたものだと思いますけれども、こうやって道路部分まで倒れてきていたりだとか、その奥に見えるのはまだはっきりとした火ですね、確認できます。この先もご覧のように建物が骨組みだけになるような被害を受けている部分が多く、かなりの勢いの火がこの街を襲ったことがわかります。この街でお店を営んでいらっしゃった女性にお話を伺いまして、その方は避難所に今は身を寄せているんだけれども、様子を見に来てもう何とも言えない気持ちだと、もう立ち直れないというふうに語っていらっしゃいました。でまたこの輪島市に向かう途中の道もですね、至るところでアスファルトに亀裂があったり、また、斜面からの土砂崩れで通行止めになっていたりということで、七尾市からこの輪島市に向かうまでに3時間我々取材班かかりました。こういった、道路も交通網の寸断も、様々な支援が行き届きにくい、要因となっています。引き続き、大きな地震には注意が必要です。